ケンブリッジ公爵、アドルファス王子は、イギリスの王族。ケンブリッジ公。イギリス王ジョージ三世と、王妃シャーロット・オブ・メクレンバーグ・ストレリッツの7、男として、バッキンガム宮殿で誕生した。家庭教師による、教育の後、1786年に、兄たちと共に、ドイツのゲッティンゲン大学で学んだ。1791年に、ハノーファー軍に入隊した。 1803年に新設のキングズ・ジャーマン軍団の司令官となり、1813年には陸軍元帥に進む。1801年、不王によって、ケンブリッジ公、ティッペラリー伯カロドン男爵の称号を授けられ、1816年からハノーファー副王となる。1817年、兄の殺傷を応対し、ジョージの一人娘シャーロット・オーガスタ・オブ・ウェールズが、 三徳で休止した。当時、ジョージ四世以外の六人の兄弟たちは全員独身であった。多い継承者を作るため、ある者は長年の愛人との関係を断ち、配偶者選びを始めて競うように結婚した。そんな中、マッテイのアドルファスは1818 18年にヘッセンカッセル家のオーガスタと結婚した。ケンブリッジ公はジョージ四世。 ウィリアム四世の名代として、副王を務めた。1837年、名ウィクトリア女王が即位すると、123年ぶりに、イギリスは、ハノーファーとの同訓連合を解消した。アドルファスの兄アーネストが、ハノーファー王となったことから、彼は家族を連れて帰国した。1850年、アドルファスは、ピカデリーのケンブリッジハウスで死去し、 ウィンザー城内のセントジョージズ礼拝堂へ埋葬された。ありがとうございます。